クロちゃん、どっちがいいですか？助けてどっちも嫌だけど全然大丈夫。お耳ちょっとね、見させてもらうんで、耳だけね、顔ちょっと一瞬も、はい、もうここで見ますね。見られたくないな。でもね、全然綺麗な方だと思いますよ。奥だけちょっと汚れがあるかなっていう感じで、で今耳の汚れとしてはこうまず表面あるじゃないですか。表面綺麗で、中のこの垂直のところも本当に最後の方だけが汚れる網みたいな感じなので、そこを例えば、お家で日常ケアをとかっていうのは無理です。ですよね、はい、でもめちゃくちゃ綺麗にしてもらってる方だと思います。天井としては拭いてる感じですか？液体入れてる感じですか？液体は入れてなくて、拭いてるのと、うん、あと玉になってるものは拭き出すっていう形でやってるのと、うん、あと本当に今まで使ってたオートマチック、はい、オートマックスか、オートマックス、オートコートまで行くとね歌わせていきます。出てきちゃうんですよ、オートマックスなんですよ。わかりますわ。オートマックス全然ちゃうのに。いやいや、わかります。結構首振ったりとかしますか？するんですよ。わかりました。そうだ、結構首振ったり自分で書いてたりとかって、うん、結構あるんで、うん、なるほどね。だから多分自分では書いてるんやろうなと思うので、うん、それを見かけたり、あとまあ、近くに置いたらやっぱり日数経ってきたら、はい、匂いしてくるんで、はい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 、うん、それで大体分かってくるんですけど、その時にお薬入れるみたいな感じですね。そうですか、うん、僕からの提案としては2つで、はい、1つはまあ先ほど言っていただいているように点字薬を変えてみるっていうのはありかなと思うんですけれども、うん、はい、オートマックスの効きが弱なってるかって言ったらまだそうとも限らんかなと思います。その見え方的にドロッとしてるっていうのからちょっとサラッとしてる風なお薬に変えてみるっていうことやったら別の耳ピュアっていう点字薬になるので、それをやってみるのはありだと思います。でもう一個はね、耳振る床にするっていうのが、一個はまあ荒れてて痒いものなんですけど、汚れが奥にあるっていうのが気持ち悪いっていうパターンもあるんです。だから痒みっていうより取りたい。はいはいはい、クロちゃんの場合はめちゃくちゃいい子なので、あれやったらもう病院でやってるような耳洗浄を液体を処方させてもらって、はい、お家で液体洗浄を実施するかですね。あれですよね、こう傾けて、あ、そうですそうです、ノルバザンみたいな感じですよね。そうです、クチ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 やるやつですよね。そうです、あれ苦手で、ちょっと嫌がります。嫌がりますね、うん、嫌がるけど、まあでもできひんことないな、うん、これな。基本的に耳洗浄のそのやり方としては、これやっぱり昔の人とかだったら結構もう奥まで綿棒でやったりするんですけども、はいはいはい、最近はやっぱり粘膜が傷ついちゃう。そうですよね、うん、なのでもうその自分で振っての方が、まあ言うたらリスクは少ないっていうふうに言われてるんですよ。耳の治療していくっていう中でよくありがちなのが抗生剤でなんとかしようっていうケースがあるんですけれども、耐性菌できちゃうんですよ。そうするとね、僕も何度かその耳の中で、まあ、パインから来て治らないって言って見たらですね、まあ、赤がいっぱいあると、うん、でその赤を実際に培養検査出したらですね、もうほぼ効かんと、うん、抗生剤が、うんうん、いわゆるもう多剤耐性菌っていう、はい、もういろんな抗生剤を多分長期でやってたから効かなくなってるっていう子がいたんですけど、その子ね、1、2ヶ月ぐらいで治ったんですけど、もう何したかって洗浄しまくりました。そうなんですね、いい子やったんで、もう同じ耳に液体入れてもらって振ってもらってっていうのを、まあ、その子は毎日やってくださいって言いましたけども、ちまたの場合、クロエちゃんの場合は毎日はいらないです。いらない、週 1、2 で十分ですよ。じゃあ、いけます、うん、そう、クロエちゃん、どないする？これを決めてよ、クロエちゃん。クロエちゃん、これ、どっちがいい？クロエちゃん、座って。それは？あ、確かに。座ってください。クロエちゃん、どっちがいいですか？助けて。どっちも嫌だけど。
別のその点字薬に変えるよりも、うん、洗浄の方がいいと思います。僕もその方がいいと思います ね, ね、うん、そのやっぱり耐性菌だったりとかっていうことを考えたら、ね、やっぱり皮膚とか耳科に関しては最近は薬で何とかしようじゃなくて、何とかそんな人間と一緒ですね、ケアをしてあげて綺麗にして維持するっていうのがやっぱりまだまだ先長いんで。そうですね、長い目で見たら長いと思いたいです ね, ねまだまだ先長いと思うから、その目で見たらやっぱりうまく付き合っていくっていう方がいいかなと僕も思います。これにしますわ、うん、これで行くことにしました。そうですね、どうしてもいい本ですね。どうした来られへんよ。今日は取れへんよ。今日取れへんよ。今日は大きさ測るだけやね。あとは、うん、ここの、ねね、実はここに、うん、ここにね、なるべく取れへんようにしてたんやけど。そうですね。うん、これね。これはでもね、お芋さんやと思います。うん、ね、よくあるやつですよね。うん、よく私とともにやっぱ全然全身にできます。ですよね。うん、だからまあこれは問題ないって分かってるんですけど。これは自体は問題ない。まあ、ついでに取れるんやったらっていうぐらいです。では、今からですね、少しだけお預かりさせてもらって、はい、お耳の掃除、今日はもう病院で1回させてもらうのと、はい、あとは、健康診断とフィライアの採血だけさせてもらいます、はい、でまたいつも通りですけど、検査結果届いたらお家に送らせてもらいますので、はい、よし、はい、あちあちちょっと腰ひげ出るな。もうしたん、抱っこしたのか先生。いや、あ、もっと奥へ行き、じゃあ頑張れろ頑張ってみてや。頑張ってこれる。パパ待ってるわな。待ってくれてるから大丈夫。目にひっくり返ってるわよっしゃ、頑張ってこようか。頑張れ、よし、頑張れこれバイバイ、これバイバイ、頑張れお願いします。おいでおいで。